はジュニです。前回は成田から香港まで向かう Vlog でした。今回はコンラッド香港を紹介する Vlog です。空港からエアポートエクスプレスで香港駅に来ました。地下鉄に乗り換えてコンラッドまで向かいます。香港駅とセントラル駅をつなぐ駅構内には多くのお店がありました。青いアイランドラインで一駅乗ります。コンラッドの最寄り駅に到着。改札近くのカフェでコーヒーを買います。物価が高くて驚きました。コンラッドは駅直結のショッピングモールから歩いていくことができます。パシフィックプレイスというショッピングモールに来ました。ホテルに向かいます。何？アフタヌーンティー？コンラッドの入り口に到着。初めてのコンラッド香港、とても楽しみです。ロビーに到着。クリスマスのデコレーションがあり、とても素敵な空間でした。チェックイン完了。お部屋に向かいます。お部屋の前に到着。44階のお部屋でした。今回宿泊したお部屋はツインベッドデラックスルームです。クラシックな雰囲気のお部屋でした。デスクもあり、作業にも向いています。机の上にはコンラッドペアがいました。大切に日本に持ち帰りました。ミニバーにはたくさんのスナック、お酒、ネスプレッソのマシンもありました。も広いので長期滞在にも向いています。次にバスルームを紹介。バスタブがとても大きかったです。シャワールームも広々としていました。アメニティはバイレードでした。この香りがとても大好きです。洗面台は2つ並んでいるので、朝の準備もゆっくりできそうです。コンラッドのロゴが書かれたバスローブ、ふわふわで触り心地がとても良かったです。探検したのでラウンジに向かいます。ラウンジは59階にあります。エグゼクティブラウンジに来ました。モダンな雰囲気でとても素敵でした。夜11時まで営業しているようです。いただきます。ドリンクはオーダー方式でした。59階からの夜景、チムサーチョイの綺麗な夜景が見えました。100万ドルの夜景を見ることができて大満足。
真で撮ったらもっと綺麗に写りました。隣にはシャングリラホテルがあります。ラウンジのスタッフにおすすめしてもらったご飯屋さんへ向かいます。ホテルから徒歩10分なのでお散歩がてら歩いて向かいます。60階のコンラットを見上げてみました。隣のシャングリラホテルと対になっています。コンラットの周辺はオフィスやホテルが多く、静かで落ち着いたエリアです。お店に向かいます。信号のこの音は香港特有のもののようです。お店に到着。地元の人でにぎわっている人気店でした。メニューには英語表記もあります。お肉やお魚をトッピングした麺がメインです。私はワンタン麺を頼みました。お値段は約800円。エビが入っていてとても美味しかったです。歩いてホテルに戻ります。ホテルに戻ってきました。ホテルを探検してみます。お隣のシャングリラホテルとは中でつながっていました。レストランの下の階にはフィットネスセンターがありました。機械の種類が多く、とても充実した施設でした。ジムの見学を終えてお部屋に戻ります。はおしゃれなポストカードもありました。シャワーを浴びてゆっくり寝ます。2日目の朝食はエグゼクティブラウンジでいただきます。ダイヤモンド会員やエグゼクティブフロア宿泊者はレストランかラウンジでいただくことができます。翌日はレストランに行ったので、動画の後半で紹介します。香港の綺麗な景色を眺めながら、美味しい朝食をいただきます。サラダやサーモン、チーズ、パン、卵やベーコンなど洋食を中心に取ってきました。落ち着いて美味しい食事をいただきました。香港の観光 Vlog は次回の動画でお届けします。香港観光を終えてホテルに戻ってきました。夜小腹が空いたのでルームサービスを頼みました。ニョッキが美味しすぎました。おはようございます。お部屋からの景色も綺麗でした。今日はレストランで朝食をいただきます。混雑していて少し待ちました。ビュッフェ台の様子を紹介します。たくさんの種類のジュースやフルーツ、サーモンやハム、パンもとても美味しそう。お
粥はチキンとプレーンの2種類。香港名物の点心もあります。朝食をいただきます。お粥をメインでいただきました。朝食で香港名物を食べられて幸せです。朝食をいただいた後、プールを見学しました。リラックスできそうな雰囲気でした。チェックアウトして香港観光に向かいます。次回の動画は2泊3日香港観光。短い時間でしたが、香港を遊び尽くしました。チャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いします。